石室というところに来ています。江戸城の、皇居のね、石室です。抜け穴とか、金蔵という諸説あるんですけれども、まあ、おそらく、まあ、涼しい風に作ってあると思うので、何か大切なものをね、保管していたんではないかなと。まあ、抜け道になるようなところは、どうやらなさそうな。まあ普通に考えるとそうですね。あの石村に例えばな氷なんかを入れておくと野菜を保存するときの昔でいう冷蔵庫みたいな感じで使えることもあるんでね。しかしはそういう使い方してたかもしれないですね。あとは本当に頑丈な扉があったようなので、本当に大事なものを保管していた可能性は高いと思いますね。石室。いいとこでした。